じゃあ、最初に、あの、ご紹介というか、ちょっと、あの、解説というか、するんですけど、え、関西スタディーズというリサーチプログラムを3年間やってきて、え、その、ま、3年間のリサーチを演劇作品化するという、あの、感じで、え、作品を今作っているものを紹介します。え、海からよどみ、大見えバック往来というタイトルで、ドットアーキテクツと和田ながらさんによる、あの、作品になります。これね、えっと、2020、 年度からリサーチを続けてきたうん、うん、プログラムの、ね、まあ一旦のなんていうか、うん、あのー、まあね、作品化するっていうね、うん、ものですけど。リサーチ企画やのに最終パフォーマンスを作るという企画ですよね。ねまあ和田さんもドットさんもね、うん、あの、そういうところがあのご専門でもあるので、最終そういうところに落とし込むというのが、まあ企画としても楽しいかなというので、提案させてもらいました。うん 1>, 1年目と2年目はあの展示っていう形で、この3年目はパフォーマンスという形なんですけど、うん、まあでもその3年間やってきたことを、す、ま、べ、あ、てなんかあの考えて、この今回の作品を作っているっていうか、割と新しいあの作り方ですよねこの3、こんな長い時間かけてリサーチをして、1個の作品を作るってなかなかないっていうか。 まあ、リサーチって、ね、何をリサーチしててんって話なんやけどもともとはあの京都エクスペリメントって京都という関西に位置している地域でやっているフェスティバルですけど、まあ、このフェスティバルをこの場所でやるってどういうことなんだろうみたいなのをアーティストと一緒にあの長,い視点長めの視点で考えてみることで、うん、まあ新しいこう創作の,あの種作りとか。 ドットアーキテクツや山田ながらさん以外のフェスティバルに参加するアーティストへのいろんなこう、あの、刺激というか、あの、うん、なんか、ヒントになるものも,も,もうできていくんじゃないかなっていう、ね、そ,うそうそうそう、発想から始めたリサーチですけど。うん、そうなんですよね。そう、だから1年目はなんか水みたいな、その生活に直結しているテーマってなんだろうっていうので、水調べてみようかってなって、うんうんうん この,あの、まあ、タイトルにも表れてますけど、あの琵琶湖が関西の水茶といえば琵琶湖ちゃうかみたいなので,で、ね、琵琶湖に行ったりしてたわけですけど、車、うん、でね、うん、最初。そうです、ねまあ、なんかいろんなものがあ,のありますよね、写真や映像とか記事で、なんか今、お稽古が始まったんですけど、わりとその稽古では、なんかそれを。 見返すっていうか、っていうなんか作業から始まっていて、あ、そういえばこれもあったよねとか、あれもあったよねっていうのがなんか、そうそう、あの、っていう話が、ま、出演者たちと共有されたりとかして、すごいなんか面白い作り方になってるかなと思ってるんですけど、この間あの、私行けなかったけど、美術試した傾向どうだったんですかなんかね、あの、ドットアーキテクツが、ま、提案してくれてる、細い、 鉄の棒で四角いグリッド二メーター四方のグリッドを、うん、作るっていうプランなんやけど、いなりさんが、あの、グリッド演劇って呼んでて <laughs> 新し<い>そ、それは何なんだっていう話をまあ全員で最初して、<laughs> グリッド演劇って何みたいな話をしてて。でもなんか、ありそう、すでにありそうで面白いみたいな <laughs> 話になって。新しいジャンルできるんですか、ね、そう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 。そのグリッドがまあ15個あんねんけど、<laughs> まあそれどう使うねんっていうところから始めて、うんうん ってまあ、触りながら、こういう、なんか、しかも、うんまあ、揺れるんですすごいこう強い構造じゃなくて、うん、あえてこう揺れる構造みたいになっていて、まあ、それをどう支え合うかとか、もちろんその中で構造がこう効いているっていう状況なんだけれども、それがどう影響していくのかなっていうのは楽しみ、うん、なんかあの、今言ってたみたいに、いろんなエピソードが結構断片的にあるじゃないですか。 つなぎつつも、なんかあんまり強固にはしないみたいな作り方になるのかなって思ってて、うん、その作品自体も。そ,ね、それとその美術の、うん、なんか、たくさんあって、つな、うん、がりつつも、 ちょっと揺らいでるみたいなのは結構合ってんのかなっていうふうには思ってます。テイクテックじゃないけど、散歩みたいな体験になるかもしれないですね。あ、そうそうそう、お客さんとしては。そうですね。3年間を散歩する。そう、時間をね、結構行き来するかもしれないとか、いろんな昔話もこんなあったよねみたいな話もしてたりするから、バックオーライやからね。バックオーライやから、さかほっていくみたいな。いいタイトル、そう。というわけで、10月14日から16日、公演予定してます。 まして京都芸術センター行動が会場です。ぜひ見に来てください,、はい。よろしくお願いします。